おはようございます。おはようございます。長めの皆さんこんにちは。ジャーナルスタンダードのジャーナルジャーニーナビゲーターの村上です。ジャーナルスタンダードプレスの玉木です。おはようございます。おはようございます。今日は、うん、何を買ったと聞いてコーディネートをね、うん、聞いて、うん、聞いて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 ですよね。そうです。コーディネートのコメントを見たんですよ。もっとメンズやって買うわみたいなコメントをありがとうございます。いただいてましたね。ありがとうございます。なんかやりがいというか、うん、嬉しかったです。初登場の人もいるね。あ、そうそうそう、結構多いかもね。ね、楽しみ。お願いしますよ。いろいろ会えるの嬉しいね。うん、じゃあ早速行きますか。はい、では行きましょう。お願いします。すいませんね。すごくない？大きさ小ささ。すっごいよ、顔めっちゃちっちゃい。ありがとうございます。田村くんです。表参道店からね、はい、今日は忙しい中だけど、うん、この撮影スタジオあるんだよね、はい、弊社にはレクルーツのね、田村くんの今日のコーデポイント。そうですね、コーデポイントはきれいめの中にもちょっとヴィンテージのものを入れて、まあなんか全部がきれいめにならないようにっていうところを意識して、はいはいはい、まあ、これインナーで着てるのがジャーナルのレザーの、革の質感もすごい柔らかいんで、羊のものなんで、まあ、最初から馴染むかな。柔らかそう。めっちゃ柔らかいです。まあ、着込めば着込むほど柔らかくなるみたいな感じです。いいね。これ田村、これで L サイズです。今回は L にしたんだ。今回 L にしました。結構サイズ感こだわるもんね。そうですね。なんか M 試着してみたんですけど、やっぱちょっと小さすぎたんで、自分は L 購入しました。はい、いいね、はい。首元のモックネックは私物？あ、これ私物です。ああ、田村くん感出るね。田村くんのモックネックシリーズね。あ、そうそう、前回か、もう前回か。前回ですね、懐かしいです。結構短丈で体にフィットする作りで、うん、2つジップもついてるんで、いろんな着方で楽しめるっていうのがポイントで、でパンツはニードルスの別注の、まあ、柄がすごい効いてるパンツで、スタイルをうまく見せれるように、ね、で靴はクラークスで、まあ、はいはい、足元も革靴だとちょっとやっぱ綺麗めすぎちゃうかなと、はいはい、こういうね、足元は緩く合わせてみました。これだけだとちょっと面白みがないかなっていうところで、はい、まあ、モッツのこれは古着で、これ私物、まあ、こんな感じで合わせていい、ね、はい、まあ、サイズ感もすごい良くて、はいはい、色の汗感も気に入ってるポイントなんですけど、うんうん、すごいお気に入りですね。いや素晴らしい、はい、こういうラグジュアリーな、なんていうか、こういう感じに合わせるからこそ、そうですね、素材感の違いとかも見えていいかなっていう感じは、まあ、最近柄物気分なんで、これからもっと購入していこうかなと思って、で、まあ、これで寒い日が続くんで、こういうものも、これ機能的なものもさらっとね、さらっと、これジャーナルでやってます。ジャーナルでやってる手袋、まあ、こんな感じですね、完成版は。なるほどね、ここで、はい、そうか、ウールの手袋とかじゃなくて、はい、ここにこういうしっかり寒さ対策は取っていきたいなってね。ちょっと真似しようかな。参考になれば嬉しいです。参考にすぐなってる。でそのままさっきプレスルームちょっと行ってもらって、なんかもう早速ちょっと気になりますみたいなのがあったんだよね、うん、多分やっぱ柄物これから購入したい、さっきも話したんですけど、フラグ回収じゃんこれ。キングケネディのこれは結構気になってます。これはあれだよ、ヴィンテージのラグをこういう風に使っちゃってるっていう、うん、とんでもなく手の込んだアイテムだよ。めっちゃかっこいい、ね、めちゃめちゃかっこいいよ。これは気になりますね。かっこいいです。これはちょっと要チェックチェックです。要チェックチェック。要チェックチェック。はい。いいね、田村君。田村君インスタしてるもんね。インスタやってます。言っちゃっていい、ここで。あ、大丈夫です。田村君インスタしてます。ゆったりと上げてるんで。素晴らしい。なんか店頭で田村君に会えますし。コメントをくれてたんですよ。表参道店で買い物してよかったっていう。いや。田村君。本当ですか、嬉しいです。鏡だ、いやいやいや鏡、やばい、今トレアだったわ今。俺俺もトレアだった、嬉しいです。じゃあ田村君ありがとう。はい、じゃあまたね、ありがとうございます。今後ともお願いします。お願いします。ありがとうございます。LLD
ゆりしてる何歳？24。おはようございます。おはようございます。町田店ですね。はい、てるくんです。前回も良かったっすね、あのコート。あーいや、あーいやですよ、あーいや。ハッシュハッシュ、いじられましたね。いやでもすごい優しいコメントが。あーいや、ありがたいこと。親族の方から来て、ご親族、ご親族コメントが。サクサクいきます。はい、聞くかな、はい、さっきじゃ、はい、バティークシャツ、ホームステッドっていうジャーナルスタンダードのちょっとアメカジ強めのラインのレイヨンとポリエステルっていうなかなか珍しい素材で、バイオ加工と確か、ブリーチ加工かな。で結構加工がすごい入ってるんですよ。なんでこう普通のレイヨンとポリエステルっていう素材感とはまたちょっと違う風味出してくれてるので、はいはい、まあ、ちょっと春らしい色味もあってこれからいっぱい使えるかな、まだまだっていう感じの。なるほど、ね、でそれを今日はレザーパンで合わせてます。うわ、かっけー、レザーパンいいね。ちょっとアメリカンな、いい、ね、これ形が抜群にいいので、ねえねえ、ミリタリーの下って大体デニムみたいな、はいはい、ニュアンスあるんですけど、ちょあえてレザーで、デニムだと日向すぎるところをレザーでちょっと締めるじゃないですけど、うん、そういう感じのニュアンスで、でも他靴とか帽子も完全カジュアルなので、はいはいはい、ここだけでちょっとうまく締めてあげるっていう。靴がこれは私物、これは私物で、うん、これはコンバースオールスター、はいはい、もう言わずと知れた、うんうん、90年代モデルのやつなんですけど、はいはい、あんまり変わりはないんですけど、普段28なんですけど足、はいはいはい、これ30で入って、ね、もう完全にギュッと縛ってちょっと細くしたい、はいはい、かっこいいですね、やっぱりかっこいい。ありがとうございます。購入品、はい、サクッと見せてください。わかりました。こっちにしよう、こっちでいいか。ステッドっていう、ホームステッドをさらになんかちょっとアメカジ解釈強みたいな感じのラインの、スウェットになりますね。結構柔らかい作りなんですよね、生地感がかなり。これもこれは釣り編み製法っていうちょっと難しい製法のやり方で、柔らかい分こうアウター着たりしても全然脇詰まらないとか、シルエットすごい綺麗に出るとか、そういうまあ本当1個あってベーシックにいいスウェットになってるかなって。テルすごいね。えい、テルミテルミ最近ハマってるね、ベーシュー。古い、ちょっと古いかもしれない。裏側でも着れるようになってるみたいで、ファイルっぽくなってるんですよ。うんうんうん、でタグとかはあるんで、まあ、まあ、取ったり切るなり、ね、切るなり、はい、ガゼットっていうここもその貼り付けじゃなくてはめ込みになってるんで、ちゃんと裏でも着れるっていう。これだけ買ったのは？もう一個あります。もう一個、もう一個あります。フォルト、ラングラーの別注のドランチャーパンツ、まあ、フォルアのアンフォローのジャーナルのサブレーベル的なブランド、うんうん、フレアパンツをストレートに仕様変更してるっていう。フレアパンツをストレートに。僕とか腰回りが少しある人とか、うん、フレアパンツってなると足回りここら辺がかなりパツンってなっちゃうので、ちょっと履けないっていう、サイズを上げないと履けないっていう問題があって、はいはいはい、これはそれをちょっと解決してくれるような。これ自覚なんですね。そうね。ああいいね。フレアっぽく見えるかもなんですけど、うん、なんか見えた。そうなんですよ。なんだ、綺麗なんで、うん、シルエットすごい、ね、で、お悩みの腰回りとかもしっかりここら辺がゆとりがある。綺麗だね。そうなんですよ。でここもポケットもスラッシュになってるんで、きつくなりすぎない。はいはいはい。あ、おはようございます。おはようございます。大成くんです。あ、大成くん、おはようございます。大成くん抜き打ち出勤展開店舗増えてるよね、ジャーナルでも。そうですね、しっかり。町田はちょっとないんですけど、いい。これ結構使った。もうめちゃめちゃ使いました、ね、使い倒した。もう使い倒しました。ちょっと膝ちょっと色抜けてますもん。それもかっこいいもんね右膝つくのが癖なんですよね。あ、お答え用の時に。あ、そうです。あ、俺もこうだわ。一緒やな。スタッフあるあるでここ抜けがち加工パンツとか作ったら誰が買うんだろうな。ごめんね。いや、大丈夫です。てるくんのあれだ、ソーシャルネットワーク。ソーシャルネットワーク、はい、SNS です、ね、はい。ここに出るんですかね。あ、こうやったら好きね、そういうの。出るんですか。出るくん、出る。でもね、村上さんね、意外とこうやってもここに出さへん。あ、俺結構あの検証してんねんけど、はい、こうやった時嫌味なぐらいこの辺に出す。じゃあこうやっていきましょうか。いやもうこうやってこうやって。どっかに。じゃあてるくんごめんね、朝早くから。いや、とんでもないです。町田店からでした。町田店からでした。ごめんね、会議中にね、なんか未来の話しか今は言えないけどね、
YouTube には初めてやる。初めてです。さあでも前のその焼肉食べてるだけの人です。渋谷店から来ました宮崎です。近いね。すぐそこです。いつでも来れるね。はい。何を買いましたかってことでしょ。そう、見るからに最近の。本当だわ、本当だわ。最近です。コーデのポイントください。はい、まずはチャンピオンですね。はいはいはい、別注チャンピオンはジップが大きい。ジップにこのジップが大きいと V ゾーンが自然とこう開くみたいなので、はいはいはい、なので中にちょっとこういうデニムジャケットとかレイヤードして、かつちょっとプリントティーとか入れてレイヤード感さらに出してみたいな。なるほどね。これ別注ではないんですけど、はいはい、私物だ。同じ形、私物のファーストやつのファーストですね。なるほどね。ちゃんと私物でそういうの持ってて、うん、お店でも売ってて。買って思いつくのパーカーの上から G ジャンだもん。そうね。それ逆なの。そうだ。そうですね。だからアウターとして使えるような感じになっているやつ。はい。まあ、ただここでパンツデニムとか入っちゃうと、カジュアルすぎるかなと思って。はい。なるほど。ステッドのストライプのスラックスで綺麗めにバランス取ってて。なるほどね。足元はもうやっぱ悩むの？最初に決めるの？足元は最後ですね。最後肌、はい、サイバーな。サイバーな、はい、なるほどなるほど。 Y2K な感じの、はいはいはい、アディダスね。でそういうの行きつつでもこういうのも行くのね。そうです、ごちゃ混ぜで。ごちゃ混ぜ、はい、ゆうやスタイル。ゆうやスタイル。ゆうやミクスチャースタイルだ。はい、とらわれずに。とらわれずに、はいはい。こういうのも好きね、缶バッジをこう。これも結構ごちゃ混ぜで、なんか横尾忠則の百貫十徳で買ったやつ、豊島園のハリーポッターのところで買った、うん、あ、9と4分の3番線。え、ハリーポッター見てないからわからない。にカリフォルニアレーズンっていう、イギリスとアメリカと日本みたいな、ごちゃ混ぜみたいな。もうここにジャーナルスタンダードがある。はい。なになに。左胸に。すごいじゃないか。ネックレスも気になるんです。なんか大体いつもこの3つついてるんですけど、全部アメリカのブランドで、はい、これがマシューレディ、これがクレシオン、これちょっと名前忘れちゃう。なんかお守りらしいです。お守りの、はい、中に入れて買ったものも置いてくださってる、はい、あれちょっと取ってきていいですか。まずチャンピオン、この今着てるパーカーの同じシリーズの下、はいはい、形太めになってて、普通のやつテーパードがもっと効いてるんですけど、それを緩くして太くしてるっていう、うんうん、めちゃめちゃ履きやすくて別注で色出ししてる。神田くんが、はい、あとニューエラの別注、はい、カシミヤのこれは買っとかないと、帽子毎日かぶるんで。かぶる、はい、髪の毛セットめんどくさいタイプ。いや髪の毛も一応なんかオイルつけたりはするんですけど。そういうのもしつつ帽子かぶる。帽子かぶります。おすすめのオイルは。そうだね、聞いとこう。今使ってるのは N ドット。N ドット、はい、友達があのそういう美容師やってる友達でおすすめしてもらって、こういう関係の広さも伺えますね。宮崎くんってインスタしてるよね。やってます。え、非公開？公開？あ、全然公開、じゃあ大公開してます。あの宮崎くんのインスタもちょっとフォローお願いします。フォロー。あ、では宮崎くんありがとうございます。ありがとうございました。今後ともです。お願いします。お願いします。お願いします。すいませんね。あ、いやいやいや、会議の。ありがとうございます。いや、こちらこそですよ。今日朝早かったんでしょ。めっちゃ早かったですね。握手の撮影があってそれ見てください。ちょうどじゃあ上がってるな。上がってるぐらいですかね。若林くん今店どこだったっけ。横浜店の若林です。お願いします。では行きます。はい、教えてください今日のこれ。はい、はい、もうまさにこれ。今日はなんか春物の会議だったんですけど、はい、JS でも春物が立ち上がるっていうことで、僕なりの淡いカラーで春っぽく、いつまでもこうプレッピーを忘れたくないなっていう。どこで思いつくの？常に考えてる。 いつまでもとか結構考えてる。電車の中とか。マジで？すげえためになる。無駄にしないね、時間を。無駄にしないです。え、このデニム？デニムはこれリーバイス501で、うん、私物なんですけど、はいはい、ジャーナルでもムード感がある。今は151周年になったんですけど、去年からやってる501もやっぱり日頃から履いてるっていうリアルなのをお届けしたいなっていうのでチョイスしました。もう結構ボロボロなんですけど。すごいね。オーバーパンツももちろんいいんですけど、ジャストサイズも久々に気分かなって、うん、はいはいはい。今年の春 V
個人的にはすごい V ネック着たくて、これってコットンニットでアメリカ古いランズエンドなんですけど、なんかチルデンニットっぽいイメージがあったんで、うん、そこにサックスの硬いシャツ、これフォルのファーストデリバリーなんですけど、なんかそれ BD じゃないんですけど、ちょっとこのノリって僕からしたらちょっとやっぱプレッピー感というか、プレッピー感、ちょっとクラシックな匂いがするものなんで、でもちょっとこう胸上げてラフに着ちゃってるみたいな、すげえラフだけどブーツ、これジャーナルベッチですね、結構前のトリッカーズでも足元ブーツみたいな、なんか広いね幅、なんか本当ですか、ちょっと前の若林くんとまだなんか変わってきてる気がする、結構気分がコロコロ変わりがちなんで、なんか女の子とかね、こんな格好してたらいいなって、わ、何え何それ、そう、匂わせ、違います、え、なんかダイアナ妃とか、あ、こういうね、こういう格好にプレッピーの格好にウエストのブーツ入ってたりするんで、はいはい、そういうのおしゃれだなと思って真似しました。じゃあもうインスピレーション女性からもらうこともあり、ね、あります。メガネは、は、オリバーピープル、これもアメリカのブランドなんですけど、太いものよりも縁がちょっとクラシックなメタルフレーム、じゃあコーデはこれぐらい、コーデはまあちょっと、はい、こんぐらいです。購入品を持ってきました。あ、じゃあさっきの V ネックが気分っていうのの延長で、これカミエル・フォートヘンスっていうオランダのブランドなんですけど、これもジャーナルで年明け前ぐらいに買って、やっぱこう V が気分っていうのと、いわゆるインポートのブランドそんなに今まで着てこなかったんですけど、今気分の V っていうのと、なんかこのピンクってなんかアイビープレッピー感っていうか、なんかそういうの感じちゃってて、今はしないですけど、ジャケット着た時にこうこれだけでもすごいいい色だなっていうので、僕でもこういう高い仕入れにチャレンジできるなと思って買いました。わ、ペラペラ出てくるね。あ、ありがとうございます。さすがやね。さすがよ、これ前も言った記憶がさ、なんか練習したん？練習しました、電車の中で。はい、正月発売したファースト、体的には XS で入るんですけど 2XL で買って、はい、2XL だけのディティール、このティーバッグ、うん、これ欲しくて、でしかもルックでこれも女の人が着てたのがすごいなんかよく見えて、はい、買ってちょっとバッチつけて、ミキ、ちなみに若くんが着たらどうなるか今着てもらいたい。あ、もちろん。はい、お着替え完了しました、はい、復刻したものをぴったり着るよりも今っぽく着たいな、モダンに着たいな。リーバイス、リーバイスで色合わせないのもやります。他は、あと、このまあベルトも実は別注の HTC、うん、これもクロムエクセルレザーで、アメリカのレザーのね、ベルトのブランドです。買ってるね、すごいね、めっちゃ買ってるね、めっちゃ買ってるね。チャンピオン、あ、別注でやったやつ、はい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 、とりあえず M で一番ちっちゃい展開のやつなんですけど、はい、これ宮崎も今日着てたかな。あ、うん、着てた。まあ、グレーのスウェットって何枚も持ってるけど、やっぱりこの別注はアウターのジップだったりとか、うん、まあ、形だったりとか、ちょっとこうかゆいところに手が届いてるような、うん、まあ、これも含めてジャーナルの別注はそういうのが多いかなって思います。しかももうあんま買えないしね。そうなんですよ、もう多分あんまりないんですけど、こういうもう買えないです。でも今後の SMM チェック、ね、そうよね、そうそうそう、ジャーナルチェックしてくれないとダメだよっていう。横浜はインスタもあるもんね。インスタもやってますね、店も。若林くんもあるし、僕やってるもん、僕のもやってるんで、よかったらめっちゃいいフォローしてください。では若林くんでした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。またお願いします。お願いします。さて、初めましての方が多いですよね。そう、今回ね、あの大阪から今日会議なんで、お名前をお願いします。ルクは大阪店の福本です。ルクは大阪店の福本くんです。呼び方はいろいろあるんでしょ。あります。福ちゃん、福ちゃん、もっさん、もっさん、福もっさん、福もっさん。じゃあ今日はもう福ちゃんって呼ぼうかな。じゃあ福ちゃんの、まあ、買ったものコーデ、うん、早速と買ったのはこのトルフィリオスのジャーナル別注のベストと、このホームステッドのパシフィック裏系、人気だね、これはもうルクアでも2日目で完売。すごいじゃん、いろいろ買ったんですけど、まあ特に着ているのがこの2枚。なるほどね、うん、あ、これね、平岡バイヤーさんが買ってきてくれたやつか、受注したやつね。着すぎてもう
ほつれちゃってるんですけど。すごいやん。あ、でもかっこいいと思った俺今。もともとじゃないです。へえ。自分流に馴染ませていくプロや。これも2年前の SS のホームステッドのデニムですね。ちょっとワイドなセーラーパンツみたいな、うんうん、でインナーのこれも元々はもっと綺麗だったホームステッドの30。あ、これ福ちゃんエイジング3年目でこの、あ、かっこいい、いいやん、いい、いい、ロングスターボロー感、このボローに、まあ足元は革靴みたいな、うん、あ、そこはちゃんと締めるとこ締めて、そうです、綺麗ね、革靴磨いてる ね、 革靴が基本多くて、たまにこうコンバースとか、うんうん、まあでもやっぱりペタッとしたスニーカーの方が好きです、うんうんうん、黒が好きとかではなくて、いや、黒、ネイビー、グレー、おー、はい、一番もう選ぶっすね。それは何なの、教えを被った人とかいるの？はもういるんすけど、亀山さん、亀山さんだ、とりあえずネイビー買っとけっていうのはもうお客さんの時から。もともとジャーナルのお客さんだったもん。そうですね、2年前までは看護師で。あ、看護師だったの。そうです、しっかりしてるね。じゃあルクアのインスタはもちろんありますし、福ちゃんのインスタは非公開。公開はしてます。してる、載せても大丈夫です。大丈夫。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。いい濃さだったよ。短く太く、そういうタイプ。鉛筆細いです。はい、では福ちゃんには戻ってもらいます。はい、はい、じゃあありがとうございました。ありがとうございました。ありがとう。やってきました。よろしくお願いします。おはようござい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 ます。にぼくんです。お久しぶり。お久しぶりです。そんな経った。明けましてです。あ、一時期ね、一応言っとこうか。はい、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。いい街ですね、ここは。めちゃめちゃいい街ですね。いいね、はい、近いの、ここ家から15分ぐらい。近い。電車で。電車でね、15分。2駅。街全体がゆるいっす。ゆるいの。ゆるいっす。すみません、そんな話はさてさて置いといて、何買いましたかっていう企画なんですよ。はい、買った気持ち。気持ち。じゃあそれを見せてくださいという。はい、いい。ニードルスのバンダナ。おー、いい、いい、なかったよ。無色買いしました。マジか。普通に四角のやつかと思ったら。え？待って、蝶々型とか？いや、違います。こういう形で。あ、そっち型の。シワシワ。あ、そうです。手拭いって書いてあってですね、商品名。はいはい。あ、いいなと思って。なるほどね。はい。使ってる？使ってます。あ、使ってるね。使ってるか。はい、ちょっとこれシワシワなんですけど。いや、いいと思う、いいと思う。まあ、どう使うかだけ。帽子の下に入れてます。こう、髪の毛結んで、こうやって、この上にキャップかぶってって感じです。ね、ちょっとマフラーとか最近頭に巻いてる人いる。いますよね、うんうんうん。ちょっとそれだと綺麗すぎるんで、なるほど、手ぬぐいぐらいが田舎物っぽいくていいかなと思って。稲たいってやつね。そうっすね。でもまあ、ニボのコーデ真似する人たちも多いでしょうね。この合わせもいいっすね。ちょっと突然ですけどね、はい、コーデ教えてください。はい、色を拾うっていうのが趣を感じなくてですね、おうおう、なんか全部違う色使いつつ、はいはい、いや拾ってるなこれ。拾ってんじゃん。まあ、個人的見解は、はい、こっちがグラデーション、はい、こっちが色拾ってる。一回聞きましょう。ちょっと教えてください。アンケート。同系色って感じです。僕の中では。はい、もうこれだけ買ったの。あとバンダナだけ。ヘアバン買いました。ヘアバンか。なんかネックウォーマー、これ元めっちゃ長いんですけど、半分に折って折ってって感じで、ヘアバンにも使えるって裏に書いてあったんで。ヘアバンもつけるの、やっぱ。いや、2024チャレンジイヤーなんで。マジである、ある筋の番組で、はい、2024チャレンジ、夏年でチャレンジした方がいい。あ、本当ですか。すっげえ、チャレンジイヤーなんで、ちょっとやってみようかなと思って。じゃあニボ今期何かチャレンジするかもしれない。丁寧な暮らしにチャレンジしようかなと思ってます。なんか新しいものを買うとかってより、うん、自分の持ってるものにさらにちょっと磨きをかけるみたいな。なんかめっちゃいいこと言ってる。エアコンフィルターの掃除とか。なんかそういう家にあるとか、そういう自分のすでに持ってるものをちょっとより丁寧に丁寧に。めっちゃ
丁寧じゃないですか、なんかそういうの。なんか今すごい丁寧な感じが見えてる。あと節分で豆まこうかなと思って。丁寧な、そういう節目節目に。そうそうそう、そういうイベントちゃんと。なんかいいね、はい、なんかそういう人となりが丁寧になっていくニボ君を見て、ちょっと今年は楽しもうかなと思った次第でございます。なんかニボ、最後ある？最後。言葉締める。このままエンディングいけるよ。あ、本当や、ニボエンディングしようや。エンディングします。エンディングする？うん。ご清聴ありがとうございましたって言って、じゃあニボが言ってそれ。あ、お前ですか。じゃあニボさんお願いします。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。今年もジャーナルジャーニーナビゲーターのニボリです。あ、ね、二人いるね、はい、一緒にやってくれる。そうだ、じゃあみんなでジャーナルジャーニー頑張ろう。はい、今年もよろしくお願いいたします。お願いします。それではまたです。ありがとうございました。